おじゃおじゃおじゃ。はい、今回はですね、はい、阪神タイガースの監督、金本さんが辞任されたと驚きましたね。まあ、新たに3年契約を結んでただけですから、それを破棄にして、まあ、辞任というよりも、解任だな。解任。出た。おお、もう、これは言わなあかんから。これは行きましょう。行ってください、お願いします。俺、金本にすごく期待をしてたのね、はいはいはい、なぜかというとさ、すごい規律を大事にして、はいはい、厳しさもあり、いい具合になってきてるのかなとか思ったけども、うん、まあ、やっぱり成績が伴わなかったということと、うん、はい、やっぱり一番大きかったのは、巨人が3位で吉野部が辞任したよね。で、最下位の阪神、まあ、やっぱりライバルチームじゃない。金本が残るわけにいかない、残すわけにはいかない、そういう力が働いたような気がするな。なんかこう、巨人と阪神で一蓮托生というかさ、名義対分というかさ、だから残念でしょうがないよね。だからまあ、辞任というよりももう解任に近い形になっちゃったかなっていうふうには想像するよね。でもまあ、この阪神タイガース、今もう出てますけども、はい、矢野さんが新監督。矢野もね、複雑だと思うよ。金本が監督をやるときに、はい、まあ、なんかこう、トライアングルでやろうっていうような、はい、そういう機運があって、誕生したじゃない。はい、で、監督が辞め、まあ、片方が辞めに辞めっていうことになってくると、一人しか残らなかったわけじゃない。うん、この三枚岩っていうのはさ、同じ運命をたどるのかなと思ったらさ、またちょっと違ったんだよね。うん、まあ、期待することっていうのは、再建だよね。で、最近というのは、やっぱ打てなかったね、今年。うん、だからもう少し守りを強化しなきゃいけないよね。来季ですかね、の話に対する、はい。結構ガラッと変わる可能性ありますよね、だから今年。変わる可能性はあるけど、でももっと苦しむ可能性も残さない、ね。まあそうですよね。やっぱ厳しかったら反動が来るわけだね。その反動がどう出るか。伸び伸びしていい結果になるのか、うん、緩んでしまうのか、うん。だからここら辺がまだ見えないってところだよね。その今金本さんがその結構規律を守った風にしてたじゃないですか、うんうんうん、で矢野さんになることでちょっとまた変わるんですかね。その辺はどういう人柄とかもあんまり分かんないんですけど、どうだろうな、はい、だからやっぱ違った色は出してくるよね。だからそういう意味では少し楽にするというか、うん、それは楽の結果がどう出るか。だから1年間の勝負だよね。チームをどっちの方向に向かせるか。だからしっかり最初に形を作っていかないとチームっていうのはうまく回らないかな。じゃあ豊さんから見る来季の阪神はこういう感じになってるだろうなみたいなのありますか？多少明るくなるだろうなと思うよね、うん、まあ今年の阪神を見てると、はい、ベンチと勝負してるなっていう選手たち、まあそういうところも見受けられたんだよね、うん、だからまずそういうのはなくなるだろうね。そんなに厳しくはいかないと思う。豊さんはこの矢野さんと接点じゃないですけど、な全然ない。いや全然で話したことあるよ、もちろん、はいはい、話したことあるけども、ただやっぱりさ、人間ってさ、立場で物を言うじゃない。だから監督になってどういう思考になってくるかだよね。これが偉くなってくるのか、いやいや私なんかっていうような感じでやればなんか選手たちもついてくるだろうけども、うん、まあ、やるってどちらかというと慎重派だから、まあ、そこら辺ではうまく立ち回ってくれるかなっていうふうに思うけどね。ブラック豊監督結構やっぱ生き生きしちゃって、そうですね、なんかすごい言いやすいはい、まあちょっといろいろ変化がありましたけども、はい、来季の阪神タイガース楽しみにしたいと思います。期待しようよね。はい、そうですね、頑張りましょう、いい意味で、はい、はい、